どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介する VR チャットのイベントはロリッコ喫茶プリエ。可愛いちっちゃなロリッコたちが接客してくれるお店のイベントとなっています。ワールドに入りますと目の前に注意事項があります。ひらがなで書かれた注意事項を読んだら OK ボタンを押せば中に入れます。中に入ったらあとはスタッフの子たちと交流していきましょう。テーブルが2席あるのでお好きな方に座れば店員がご注文を取ってくれます。出てくる料理はロリッコ店舗ならではのものがたくさんで、プリンなどがあったりします。メニュー表も可愛い表記なのが多く、こだわりを感じます。この店舗はいわゆるロリッコロールプレイのお店なので、可愛い仕草の子がたくさんいます。声はもちろんのこと、メニューを取ってきてくれる際の仕草も可愛らしいです。また店員の中につまみ食いをする子も存在しており、店長にバレていればお仕置きされたりと、コミカルな寸劇が繰り広げられます。だいぶ上に飛ばされたりしておりますが、これも日常茶飯事のようです。度が過ぎた子はお立ち台のところで漫才をさせられたりします。その光景はさながらお遊戯会のごとくです。笑ったり和ませてくれたりします。そんな感じでロリッコ喫茶プリエは毎月後のつく日に営業されます。営業時間は22時から23時と1時間の営業となっております。最後の方では集合写真を撮り、終わった後も和ませてくれたりと、ロリッコが好きな紳士の方々にはたまらない店舗イベントです。ぜひとも皆さんも来店してみて、ロリッコたちと交流してみてくださいね。